あどうも皆さんこんこにちは、えー、と文学研究科の人だと申します、えーまあ、今あのえら大変あの大きな話をされた後で、えー、だいぶまた小さちある意味、まあ、小さくはないかもしれませんが、まあ、あのちょっと若干また広がっ干あのまたあの。 1一つのテーマに限った話になりますけれども、えー、と今日はその、えー、と研究構成、まあ、いわゆる研究不正をしないということそのものというよりはそれを、まあ、あの教育の中でどんなふうにまあ生かしていくのかという、まあ、その埋め込み型の研究構成教育というものについてちょっとお話をさせていただければと思いますで、えーとまあ、研究構成教育という、まあ、研究構成ということをこのままこの後説明しますけど、まあ、これを進めていく上でですねそのあの、まあ、いろいろ、ねえー、難しいことがあるんですがそれをまあ,あの、えー、まあ も専門職倫理って、まあ、私もいろいろ研究してまだその中の一つとして専門職倫理教育というのをやっているんですけどもその、えー、と観点からあの若干参加になることがあって、まあ、これ皆さんの授業なんかにも取り入れていただければということで、えーまあ、ちょっと今日お話をさせていただきたいということです。 でえー、まずその研究構成リサーチ・インテグリティという言葉あのもしかしたらまだ聞き慣れないという方もいらっしゃるかもしれません、まあ、いわゆる研究不正をしないということです、えー、FFP というのは、まあ、これはあの英語圏の,の,のこの研究不正に関する問題で、えーまあ、よく使われる略語ですね。あの ねつ、えー、造改ざん、えー、それから東洋という、まあえー、とファブリケーションフォルシフィケーションプレジャリーズムの略で、えー、FFP というふうに、えー、よく略称されますでこの3つが、まあ、いわゆる典型的な研究不正ですで不適切なオーサーシップいわゆる、あのーえー、本当はあのー、執筆に参加していない人の名前がいわゆるギフトオーサーシップという形で名前が挙げてあったりあるいはあのー、実際にはその論文を書いたのになんか論文に名前が載らない とかですね、そういったその不適切なオーサーシップと呼ばれるものもこれもしばしば研究不正行為として名前が挙がります。それからあのそのほかさまざまいわゆるそのなんか典型的な研究不正ではないけれどもね、まあまあ、捏造まではいかないんだけれども、まあ、若干疑わしいデータを抜っけてしまうとかですね。あの、まあ あの、東洋まではいかないんだけれども、まあ、あの、何と言いますか。あんまりきちんとクレジット、あの、人に、の、あの。なんて言います。人の、人のアイデアを借りるときに、あんまりちゃんとクレジットしない。まあ、そういうグレーゾーンなんかもあります。で、まあ、あの、最近の研究構成、リサーチインテグリティというのは、まあ、あの。 まあ、FFP をやらないというのはあまりにも当たり前なので、まあ、あのそれからさらにもう一歩進んでそういう疑わしい行為グレーゾーンの声もできるだけ避けて、まあ、あの正々堂々と研究をやりましょうという方向に、えー、進んでおりますで、えー。この研究構成についてあの まあ皆さんもあの他のところでもお聞きになれたことあるかと思いますけれども、まあ、あのより詳しく知るためにはあのこの学術振興会のこちらの本ですねあの、えーまあ、科学の健全の発展のために、まあ、英語版もありますので、えー、日本語または英語で読んでいただくことができますがこれあの買わなくてもあの、えー、とオンライン上であの、えー、こうあのテキストが公開されておりますのであの、まあ、別に買わなくても読むことができます。 で、まあ、今日はだからこ,こちらはに関してはまあ,あのそんなにえっ、ー、と突っ込んで話をするという、えー、予定ではありません。あのー、で、どちらかというと、それをどうやって教育するのか？あのー、つまり。えー ま、皆さんも京都大学の一員となられたわけですけれども、京都大学でやはり研究不正行為というものが発生します。これ、京都大学の信用にも関わります。あの、京都大学の世間的な評判にも関わりますし、あの京都大学とまあ、先ほどその京都大学と企業の関わりとか、あの社会との関わりとかという話ありました。けれども、そういうものにも大変影響を与えてまいりますそういう意味では、あのまあ、あのも,もちろん、元々研究不正はやってはいけない。ということはもちろんなんだけれども、それ以上にやはり京都大学でそういうことを起こさないようにするということもまあ、さらに。 で、えー、そういう、えー、ことも気をつけなければいけないと。 でえーまあ、そういうのを考えたときに、じゃあどういう教育の仕方があるのか、えーまあ、もちろんその教育する側の人がやっちゃうことも、まああ,のまあ、まあって、まあ、それはそれでまた別の問題なんですけれども、まあ、とりあえずまれわができることとして、まああの、例えば学生なんかの教育のところで何ができるのかということを考えます、でそのときに、まあ、あの現状、日本ではどんなことが起きている、行われているかといいますと、まあ、例えばあの新入生のオリエンテーションのところで、必ずあの、例えば盗作をしないみたいなことに関しては、必ず。 えとオリエンテーションの中に含まれるようになっております。えー、それから、あのー えー、京都大学でもまあ若干開講され始めております研究構成に関する授業ですねその研究不正を何でしてはいけないのかあるいはどういうことをしたら研究不正になるのかといったことに関する、まあ、それだけに特化した授業というのも行われるようになっておりますそれから、えー、研究者の皆さんであれば公的資金を使うために、まあ、e ラーニングをすることが京都大学で求められております、まあ、これ日本全国の大学で求められるようになっておりますこれ文部科学省が指針を出したせいで、えー、そうなっておりますで、えー、京都大学の特徴の取り組みとしてはあの研究構成 こううしてアクションンプランというのがあります。これ、ご覧になったことがない方、こちらに URL 書いてありますここから PDF がダウンロードできますので、そちらを見ていただくことが、まあ、その京都大学ではどういう考え方でやっているのかというのが分かりますので、これもぜひ見ていただければと思います。でそのの、中では、この、まあ 授業の中で,です、ね、配布資料の引用元をちゃんと明示しましょうとか、えー、あるいは大学院生に対してはちゃんと対面型のチュートリアルをしましょうとその、えー、研究構成について、e ラーニングなんかに任せきりにしないで、まあ、なんかにはいけないですね、e ラーニングだけに任せきりにしないで、あのまあ、ちゃんとあの教員も,あのも、えー、面,面と向かってです、ね、学生に対してちゃんと教育をしましょうというようなことがあのアクションプランで、えー、書いてございます。で、えーっと まあ、イーラーニング、まあ、あの、やってみ、やってみられた方は、あの、ご存知かと思います。まあ、大変味もそっきもないものですね。あの、えっと。で、あの、これは、あの、味もそっきもなくない、あの、イーラーニング教材ということで、あの、大変、あの。いろんなところで宣伝されていらっしゃるダラブというやつ、これ、まあ、元が英語です。日本語でも、あの、一応字幕ついて、日本語でもできるようになっております。で、これは、あの、えっと、まあ、実際に、あの、 とまあえーまあ、実際の事例ではないですね自分が、まあ、いろんなその、えー、とある研究室の,です、ね、あのメンバーあるいはそのの研究構成かんかりの。あの係のあのえーと まあ、オフィサーになったみたいなそういうあの役割を、えーとえー、与えられてで、まあ、そのドラマを見てそのドラマの中でじゃあ,あのこ,のこの時点であなたはどんな判断をしますかっていうのを聞かれてでその判断を選ぶと、あのー、のその後そのそれ,選それを選んだらその後どうなるかっていうのが、まあ、あのド,ラマドラマの形で示されると大変面白くえっ、ー、くまたか、まあ、よく考えて作ってありますので、あのーえーまあ、これもちろん状況これはあのー あのアメリカの方で使われているものですのであの、いろいろ細かい状況は日本と違いますけれども、大変参考になるところはあると思います。でこれあのえ、皆さんご自身もやられてみたらいいと思いますあの学生さんなんかにもえ進めていただければと思います。あのやってみるいろいろ考えさせられるえ内容になっています。こういう教材あの、オンラインの教材なんかもこういうものもありますので、まあ、あのいろいろ使えるものはあります。ただその そういうのを考えたときにです、ね、その研究構成教育はこれで十分なのかっていうとちょっとやっぱりまだ不十分かなと例えば先ほどのザ・ラブというのはこれはあの、えー、と生物系のラ a の話なのであの、まあまあ、他の分野にもまあもちろん応用して当てはめることはできますけれども例えば私あの哲学の専門ですけどもあ,の、まあ、あんま関係ないなというか。そのえーと いや,いやそ,うそ,うそれは私のところでは全然やらないけどなみたいなことは、まあ、ありつつあるいは逆にあの哲学系だからこそ起きる、まあ、研究不正みたいなことというのはあったりもしますで、まああのでそういう問題ですねあの分野ごとにそれぞれ起きやすい研究不正あるいは、まあ、起きる可能性がある起きる可能性がない、まあ、ちょっといろいろありますでその分野の特性性、ね、例えば e ラーニングですねあの えとまあ、現在提供されている e-learning、あの一応分野別に割度細分化されるようになってますがあの大学によっては全然それをあの配慮せずにみんなで同じものを受けさせるところもあるみたいでなんかあの私の知り合いでもあの全然生物系関係ないの生物系のやつを受けさせられたとかって言ってた人がいましたけれども、まああのだいはさすがにちょっと配慮してくれてますけれどもあのまあそういうあの分野の違いにあんまり細かく対応してくれないという問題があります。 えー、それからあの分野外の専門家による授業です、ねあのえー、と先ほど京都大学でもそのあのこういう授業が開講されるようになってきましたという話をしましたけれどもやっぱそののこの研究構成問題の専門家がです、ね、授業をしますと、まあ、あ,のある意味外の人が、まあ、建前論の議論をしていると。 うううように取られてしまま可能性がありますでその、まあ、研究不正が何でなくならないかの一つの理由はいくら言ってもです、ねまあ、あれは建前論だからみたいなことであの片付けられてしまうことがあるのでこれはやっぱり問題です。 なのでやっぱりその分野外の人が言うことはもちろん大,大事なんだけどもそれだけだとやっぱりなんというかあのインパクトが足りない特に学生に対してのインパクトという意味では例えば私哲学の人間があの理系のラボに行っていくら話をしてもその,そのラボの先生自身が言うのに比べると全くなんかインパクト違うわけですねそれは当たり前だと思いますで,ですので、まあ、ちょっとかんこういうことを考えてもう少しちゃんとした研究不正教育研究構成教育というのをやるべきではないかと私は思っています。で、えーと 私の一つの研究でもあの、えー、と一つ研究してきたのが、まあ、あの技術者倫理というものを、まあ、結構長らく研究してきましたけれども、まあ、こういうものを含めた専門職倫理教育というのは、まあ、あのこれはあの、えー、と研究構成のだいぶ前からこういう教育どうしたらいいのかっていうことに関する研究が、まあ、進められてきておりますでまあ医療者の倫理放送倫理、えー、技術者倫理研究者倫理じゃないですまあ研究者倫理はこの中で、まあ割とあ新しく付け加わってきたものですね えー、であのその専門職倫理の,、まあ、あの研究の中で、まあ、出てきた考え方としましてエクシックスアクロスタカリキュラム EAC という考え方がありますでイ、まあ、リノイ工科大学のマイケル・デイビスさんという、まあ、あの専門職倫理の研究をしている先生などかが、まあ、考えられたあのやものですけれども、まあ、要するにその、えーとまあ、一個一個の授業というよりもその、まあ、ある種その学生が受けるその授業全体の中でちゃんと教育をしましょうと。 とということはつまりその、えー、と研究不正に関してもそのただ単にその、えー、と研究不正に関する、えー、授業を1個作ればいいということではなくて、まあ、ちゃんとそのカリキュラム全体の中でそれについてあの学生さんに伝えましょうというそういう考え方です。であのもちろんそういうあの特化した授業もするんだけどもさまざ、あ、まな機会を取られて理念教育を行おうというそういう考え方です。 でまあ、その主な手法としてマイクロインサーション、まあ、埋め込み、まあ、あのこれがあの今回私の話のタイトルにさせていただいた埋め込み型という時の埋め込みですけれども、まあ、通常の専門教育の中に、まあ、倫理教育の要素を組み込むと、えー、いうことが、えー、考えられておりますで具体的にはどういうことなのとで、えーまあ、例えば普通にその,なんかその分野の専門の先生が教えられるような授業の中で、まあ、宿題を出されることがあるでしょう。で その宿題で扱ったテーマについてじゃあどのような倫理問題が発生するかを考察させるとあるいは、まあ、これあの、えー、とマイケル・デイビスさんが考えた、まあ、なかなか面白い手法ですね計算問題にその計算を行う実際の文脈についての情報を付け加えてその文脈で起きるあの可能性がある、まあ、倫理問題について、まあ、あの考えさせるというようなことが、えー、あの提案されております。でえー、と次のスライドが 非常にに読みにくくて、まあ、しかも私も内容をちゃんと把握しているわけではないんですけれども、まあ、あのこれあのこ,こちらがその普,通あの普通にその、えーとえー、とコンピュータサイエンスの教科書に載っているあの練習問題でこちらがそのエシックスアークローザーカリキュラムの考えの中であの書き換えたやつですねでこちらは普通の、まあ、計算問題です、えーえー、CPI が2つとあのコンパイラー3種類が与えられてそのタスクが3つあって、まあ、あのそれについての表があって でそのどれを選ぶべきですかみたいなあのあの感じの問いがあって、まあ、これ、まあ、まあ普通の計算問題なわけですが、えー、その時にあのこちらはそれにそのその、えっと、こ,れこれは自社の製品でこれはライバル他社の製品でみたいな文脈を付け加えてであの例えばこういう広告を出したいんだけどどうだって言われた時にそ,のそれについてあなたはどんなコメントを返しますかというのを付け加える。 でこれはだからその、えー、と計算問題があの現実のシチュエーションの中に来た時にそのまさにその自分の計算するのその自分の専門的な知識を使って答えなければいけない倫理問題になると、まあ、そういうようなそういうものです。で、えー、と前のスライドの一番最後ですけれども、まああのまあ、こういうのができるものもあればできないものもあるでしょうがあの、まあ、難しければまあ講義の中でまあその あ,のあなたが勉強しているこの問題についてはこういうことが起,こり起きる可能性がありますよみたいな形でその、まあ、もちろん話の中で触れることもできるだろうと思います。えー、です、ねまああの別決してその研究構成研究不正に関するあの教育っていうのはそのただ単にそ,の、えー、とそれに特化したああすみませんあこれはだから技術者リです,す技術者に関,関しても、えー、とそういうようにその。その それに特化した倫理,の倫理の授業だけで扱うわけではなくて、他のいろんなところでそういう授業はできますよという,そう,いう話です。研究構成の教育にもそういうことはできるでしょうで、まあ実際、埋め込み式の教育みたいなことについて、まあ、アクセントプランの中にもいくつかあの、えー、組み込まれています。えーまあ、例えば発表すのときにです、ね、こういうことをしましょうと、そのえー、ちゃんとその一個一個の発表する時、まあのときに責任感や研究者を伴う。 伴った発表を指導すするとかですねあるいはあのこれは先ほどもちょっと触れましたけれどもまずあの例えば東洋、えー、は良くないとちゃんとあの出店を明示しましょうと学生に教育をするのであればまず教員が自らあらそれを率先垂範しましょうとちゃんと授業の配布資料には引用元を明示しましょうとです、ねえー、であの引用の模範を示しましょうと。えー 特にあの、えー、とこれはの紙で渡すときは割とちゃんとやる,やると思うんですけども、例えばパワーポイントのスライドとかは結構あの適当になったりすることがありますけれども、まあ、ちゃんとです、ね、パワーポイントのスライドも他の人から画像をもらってきたら、ちゃんとあのその出店を明示するというようなことを、まあ、きちんと、まあ、励行するというのが大事だと思います。でえーとまあ、レポート課題のとなんかに関しても、そのちゃんと書表説の不正等の不正を根絶しましょうと。えーと えー、でまあその不正行為の具体例をちゃんと示しましょうというようなことが書いてありますこれは京都大学すで既に名文化されていることですねでそれだけじゃなくて先ほどの,その、えー、とマイクロインサーションという呼ばれるような考え方なんかをさらに応用していきますと、まあ、あのまあこういう形でその、まあ、講義内容にいろいろ埋め込むことが可能だと思います。えー えーまあ、その授業で扱っている話題に関してですね、まあ、その著名な研究者の事例について、まあ、あの言及するとかですねあ,のあるいはその,その授業で扱っているタイプのデータについて、まああのまあ、適切なデータ処理とあの不適切な行為の不正引きでこれあの、外部の人間がなかなかわからないんですね。これはあの、まあ、だからあの え時々そのなん,なんかあのこのこの画像は熱度じゃないのかみたいなことをなんかあの外野の人が盛り上がっているときにあのその分野の人たちがいやあのこれはあの普通このこのぐらいのことはあのえっと当然やりますよみたいなことを言ってのうことが起きたりしますなのでまあやっぱそれはその分野の観光って大事だと思いますでそれをちゃんと教えられるのはやっぱその分野の中の人だ人だけですのであのそういうのがあのやはりその。 えと授業の中でそういうものを伝えていただくとそれがちゃんとそのいろんな学生に伝わっていくと思いますであ,のあるいは、まあ、オーサーシップの適切な帰属とかあの利益相反適切な利益相反あれですねあの、えーとまあ、企業からお金をもらったりとかあのしている時に、まあ、その企業に有利な結果を、えー、とつくつくあの出してるんじゃないかと、まあ、外から疑われたりするというようなこういうことがまあ あの起きないようにちゃんとまあ勝利勝利するというようなことですね。こういう問題について、特に例えばそのえっ、ー、とこういう利益相反なんかに関しては、まあ自分の分野でどんなふうに扱っているのかというようなことはあの、えー、と授業の中で触れていただいても、えー、いいのかもしれません。 えー、といったような形で、まあ、そのいろんな形で講義の中に組み込むことができると思いますであの先ほどの,その、えー、と技術者倫理教育の事例と同じような意味で言いますとその、まあ、計算問題の中に研究不正を誘発するような背景状況をです、ね、あの付け加えて、まあ、それについてどう行動するべきかを欠かせるというようなことを、えー、例えばその宿題に、まあ、エキシトラの問題として付け加えるとかです、ね、であるいはその間違った答えを他のメンバーが発表しているといったときに、まあ、どう行動すべきかについて。あの 書かせるとかまあ,あのそういうようなことを宿題の中にちょっと付け加えてみると、えーまあ、それはその学生さんに,にその、まあ、研究不正に直面したらどうするのかっていうのを考えさせる、まあ、いいきっかけになるんじゃないかと思います。で、えー、こういうことをやるときにですねあのまあ一つ、えー、気をつけていただきたいというかその気をつけていただければと思うことがあ2つかあ,のあります。えー 1で一つはその、あんまり分かりきった答えを求めるっていうと、そのなんと言いますか、あののまあ、要するにただ単にて言うかその考えさせるんじゃなくて、あもうこれはあのあの先生はこの答えを求めてるのねっていうような反応されてしまわないように、えー、してほしいというのが、1つ私からのお願いですその、こういうことをやるときにですね。その,の,の そういう、今更聞くまでもないことを聞くみたいなことをしてしまうとやらされている感が出て,出てしまいますそうじゃなくてやっぱり自分で考えてあのやっぱりこれはまずいと思ってやってるんだとその自発性を持ってもらうためにはあのぜひその分かりきった答えにしないというのがとても大事だと思います。 それから、あの10年前には黙認されていたことが、現在問題にされされるようになってきたみたいなことはあります。あのまあ、これまあ、特に研究費なんかの方に多いと思います。けれども、昔は研究費のルール上あの？ できなかったところが最資金ができるようになってきたので、でその、えー、10年前にはだからそのまあこれとてもあの研究費が使いにくいんで、まあもうもう10年ではないかなあの15年前20年前だったらばあのまあある意味もうそのこれは仕方ないかなという形でまあ確認されてきたようなことをまあいまだにあのやっているラボのヘッドなんかがいたりするとこれ大変なことになると、えー。で、そのまあ研究不正に関してもそうですねあの例えばあの えー、多言語での。あのー 研究成果の公開みたいなことに関してはその多分20年前ぐらいと現在ではだいぶあの空気が変わっていてやっぱりあの全く同じ内容だったら日本語と英語で両方で発表したらこれやっぱりあの二重投稿であるというあのいわゆるその自己評説と呼ばれるま研究不正であるみたいにあの厳しく言うことがあの増えてきたと思いますまあ,あのもちろんそれは昔からそういう考え方があったわけですけどもまああの昔よりははるかに厳しくそういうことがあの研究不正として問題化されるようになってきたと思います。であのまずやっぱり やっぱり教える側がです、ね、そのこ,うあのこれはその研究構成と研究不正とかを教える立場に立つと一つつまりあの教員全員があの気をつけてほしいのはまずはちゃんと自分が勉強することです自分が今何が研究不正とみなされているのかというのを、まあ、ちゃんと勉強することということは最初にご紹介したようなあの、まあ、学術振興課が出している本なんかはとりあえずやっぱちゃんと目を通しておくということが大事ではないかと思いますでそれからそれをみな学生の皆さんにいろんな形で伝えていくということかなと思います。ではい えー、ということで、まあ、まとめですけれども、まあ、あのそれぞれの分野に特化して、まあえー、と学生にちゃんと伝わる研究構成教育を、まあ、してほしいと私は思いますでそのためにはその、まあ、私みたいにある程度それに特化した人間がしゃべるだけではなくてその、まあ、各教員が授業なんかの中に組み込んでいただくことが重要じゃないかと思いますで、えー、今回ご紹介したような専門職倫理での,その,の発展してきた手法みたいなものがここでも利用できますのでそういうことについても、まあ、参考にしていただければと思いますで、まあ、あの皆さんそれぞれぞ自分の 文脈でどういうことができそうかというのを考えていただければと思います。はい、私のお話は以上です。はい